スカーレットはアレクサンドラ・リプリーが書いた小説。マーガレット・ミッチェルの小説、風と共に去りぬの続編である。日本語版の翻訳は森陽子が担当した。1936年の出版以来、世界的に読み継がれている小説、風と共に去りぬの続編で、主人公、スカーレット・オハラとレッド・バトラーのその後を描く。著者であるマーガレット・ミッチェルが続編を書こうと、 しなかったので、ミッチェルの相続人たちが続編の企画を発表すると大きな期待が寄せられた。執筆者にはアレクサンドラ・リプリーが選ばれ、1991年9月、スカーレットが刊行された。世界的なベストセラーとなったが、作品自体に対する当時の世評は厳しいものがあった。1994年、テレビドラマ化され、1996年、 日本で演劇が制作された。マーガレット・ミッチェルの小説、風と共に去りぬは、1936年の出版以来、世界中で売れ続け、これを上回るのは聖書しかないと言われることもある、ほどだった。そして、深い余韻を残す結末を迎えた、主人公のスカーレット・オハラとレッド・バトラーの、その後に、多くの読者が気をもんだ。だが、 風と共にサリヌを完結した物語と考えていたマーガレット・ミッチェルは何度勧められても続編の筆を取ることはなく1949年交通事故で急性してしまったマーガレットの死後風と共にサリヌの著作権は夫ジョン・マーシュ兄スティーブンズ・ミッチェルを経て1983年スティーブンズの子供であるジョー・ミッチェルとユージェン・ミッチェルに相続された 相続人たちは2011年に風と共にサリヌの著作権が切れた後誰もが続編を競って書き始める状況が現出するのを危惧した悪くすると南北戦争の旧敵である北部出身者や三流の作家が続編を書いてしまう恐れがあるアン・エドワーズのような実例もあったこのような懸念から相続人たちは先手を打って続編の出版を企画 執筆者を公募した。10人以上の作家がこれに応募し、1986年、弁護士よりなる選考委員会により、レッドバトラーと同じチャールストーン出身のアレクサンドラ・リプリーが選ばれた。アレクサンドラ・リプリーが、風と共にサリヌを初めて読んだのは、13歳の時であった。その時は、スカーレット・オハラよりも、メラニー・ウィルクスの性格に惹かれたという。 続編の執筆者に選ばれると、アレクサンドラ・リプリーは準備に念を入れた。執筆にあたって彼女は少なくとも二つのこと、すなわちマーガレット・ミッチェルに対する義務として登場人物の性格を変えないことと、風と共にサリぬを愛読してきた多くの読者のために自分の作品を書くことを心がけたと、後に日本人のインタビューで語っている。準備のために彼女が 風と共にサリヌを読み返した回数は5回とも6回とも言われる。マーガレット・ミッチェルの文体を把握するために、風と共にサリヌを200から300ページにわたり手書きで写した。小説の舞台となるアトランタ、チャールストン、サバンナ、アイルランドを訪ね歩き、100年以上前の資料も調査した。また、続編の内容が漏れないように気を配った。 うっかり口を滑らさないように、マスコミには一切合わなかった。資料が散乱している自宅へは、友人さえも招き入れなかった。スカーレットの完成には5年かかったが、原稿完成後も順調にことは運ばなかった。原稿を読んだ編集担当者は、歴史の細部に関わりすぎて売れないと考えたので、出版には至らなかった。その後、その編集担当者が交代したので、 原稿完成から1年が経過して、ようやく出版の運びとなった。1991年9月25日、スカーレットが発売された。読者の期待は相当なもので、アメリカでは発売前の予約だけで100万部に達した。書店や図書館には、いつスカーレットが届くのか問い合わせが続出した。発売を前にして、アトランタのある書店前には、 200人もの客が徹夜の行列を作った。スカーレットが発売されると、たちまち売り切れ店が続出した。配給元の在庫もつき、一旦受けた注文をやむを得ずキャンセルする書店もあった。発売初日だけで25万部が売れたという。著者であるアレクサンドラ・リプリーも一躍時の人となった。発売4日目の9月28日、アトランタのあるスーパーマーケットで、 サイン会が催されたが、大勢の人が詰めかけ、予約客だけで6000人に達し、3時間のサイン会では処理しきれないほどだったという。スカーレットは、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界各地で同時に出版された。世界中で売れ続け、数百万部に上る、大ベストセラーとなった。小説は4部構成で、第1部、闇の中で、第2部。 大爆地、第三部、新しい出発、第四部、タラの丘となっている。風と共に去りぬのその後、夫であるレッドバトラーと疎遠になったスカーレットが、義前であり、アシュレ・ウィルクスに恋していた頃のライバルである、メラニー・ウィルクスの葬式に出席したところから始まる。スカーレットはレッドがいなくなり、昇進でタラへ向かうとスカーレットが生まれた時からの、頼みの綱であるマミーが、 既得の状態であったスカーレットは自身がそこにいることを知るとこないであろうレッドに妹スウェレンの夫ウィルベンティンの名でマミーの帰宅を電報で知らせた。マミーは死に際にレッドにスカーレットの面倒を見ることを誓わせた。レッドはそう誓ったがそうするつもりはなかった。マミーの死後、レッドとスカーレットは抗論になり、レッドは去りスカーレットはアトランタの家に戻り、 レッドに戻ってきてもらうことを決意する。スカーレットはレッドに早く戻ってきて欲しくて、レッドの家族を訪問するために、チャールストンへ向かい、彼の母を味方につけて、彼を追い込むこととした。しかし彼は、川の上流にある、伝来の古いプランテーションに身を隠した。スカーレットはレッドにせがんで、ヨットに乗ったが、ひどい嵐で転覆した。船が難破している間、 レッドは陸に着くまでスカーレットが眠ってしまわないようにした。スカーレットとレッドは島に着くまで泳ぎ、砂丘のくぼみに避難し洞窟で結ばれた。レッドが言った、おお俺のダーリン、君を失ったかと思った。俺の愛、俺の命、という言葉を、スカーレットはどういう意味だったのかを考えたが、レッドは、後で、命からがら生き残った男はそうしたいと思うものだ。 男はそうしておかしなことを言ったりするものだ。と、先ほどの言葉に大きな意味をなさないこと、彼はもう彼女を愛していないことを告げた。彼はアヘン中毒に例えて彼女によって自分自身を再び失うことを恐れて外へ出て行った。無事にチャールストンのレッドの母の家に戻ると、レッドからの置き手紙があり。 彼は危機に直面した時の彼女の勇気に感心しながらも二人の関係は修復されず、もう二度と彼女と会わないことを告げていた。スカーレットの体力が回復すると、サバンナにいる母方の祖父の誕生会のためにおばであるポーリンとユレイぎと共にチャールストーンを離れることにした。彼女は敬愛する義母に急いで手紙を書いて、 レッドの妹のローズマリーに託したが、彼女はそれを燃やしてしまった。ローズマリーは、レッドとスカーレットのやりとりを聞いたことがあり、兄の裏の顔を知り不信感を抱いた。しかしレッドはローズマリーに、スカーレットをもはや愛していないこと、そして、彼女を避けなければ、再び彼女を愛してしまうかもしれないことなど、二人の結婚生活のすべてを話した。スカーレットは、 母方の家族の思いに反して、父方のおは原家とつながりを持つようになった。スカーレットの母方の祖父は、スカーレットが父方の親戚との関係を断ち、祖父の最期を見取るならば、全財産を残すことを提案した。スカーレットはこれに激怒して断り、祖父の家を飛び出していと、このジェイミーの家に転がり込んだ。その後すぐに、アイルランドから別のいとこで牧師のコラムが来た。 そして、スカーレットは、彼と共に、アイルランドへ行くこととなった。この時、スカーレットは、レッドの子供を身ごもっていることに気づいたが、このことを隠しておくことにした。スカーレットはアイルランドで、彼女の祖母であり父、ジェラルドの母であるローケティ・スカーレットなどの親族たちに、温かく迎えられた。ある日、コラム都市内を散策している時に、 昔イギリス人に侵略された城壁に囲まれた小原家の土地張原の古い屋敷を見た。スカーレットはそこにほどほどの興味を持っていた。レッドからの離婚通知が届くまでは。スカーレットはすぐにアメリカへ立つ計画をしたが、それ以上に悪い知らせ、レッドがチャールストンのアンハンプトンというメラニー・ハミルトンに似た女性と結婚したと聞いて気絶した。 かつてないほどの昇進と自責の念にかられ、スカーレットはアイルランドに残ることになった。彼女は弁護士を雇い、彼女の持ち分である父のプランテーションのタラの3分の2を息子のウェード・ハミルトンに譲渡し、アイルランドに住み、アイルランドの彼女の親戚を喜ばせるためバリフハラを買い戻すことにした。彼女といとこのコラムは周囲に離婚したと真実を言うのではなく、彼女の夫は病死して、 未亡人となったということにした。バリハラはゆっくり復興し、スカーレットは待望の赤ん坊が女の子であることを祈り、良い母親になることを誓った。彼女はアイルランド人の誇りとよく働いて、収益を上げたことで村人たちや親戚たちから尊敬された。彼女はザオハラという一族の蝶の名を与えられた。嵐のハロウィーンの夜に彼女は破水した。 女中頭のミセス・フィッツ・パトリックと、コラムが連れてきたサンバはどうすることもできず、スカーレットは、瀕死の状態になった。しかし幽霊が化けて出ると言われる塔のそばに住む賢女、カイリア派が突然やってきて、彼女を救った。帝王切開は成功したが腹部に損傷が残った。スカーレットはもう子供が産めない体となったのだ。生まれた赤ん坊は、女の子で、 レッドのような黒い肌をしていたが、青い瞳は次第にスカーレットのような緑の瞳になっていった。愛と感謝に満たされ、スカーレットは赤ん坊にケティコラムオハラと名付け、緑の瞳にちなみ猫を意味する、キャットと呼ぶことにした。追い出されたサンバは魔女のカイラ派がスカーレットから、健康な男の子を取り出したが女の子と取り替えたという噂を流した。 これらの噂はハロウィンに生まれたことにより一層不安感を与えた。スカーレットがバリハラに住むようになってアメリカに行ったサイのボストンへの船の上など何度もレッドに偶然会うようになり狩りに出かけた一週間後に彼女はまだ彼を愛していることに気づいた。彼はまだ自分の子供が生まれたことを知らなかった。彼は舞踏会で彼女を探し出し、その時の仕草でスカーレットは 彼がまだ彼女を愛していることを確信し、彼女もまた彼を愛していた。ヨーロッパの富裕層の一人であるフェントン伯爵がスカーレットに熱心に求婚したが、あまりいい意図ではなかった。彼はスカーレットにキャットのような強い精神力と恐れを知らない彼の子を産んで欲しかった。また彼の持つアダムスタウンと隣接するスカーレットの持つ土地の統合を計画した。 この統合した土地は彼らの死後に将来生まれるはずの息子に引き継がれるが、キャットには称号が与えられあらゆるものが手に入る。彼の傲慢さに怒り、スカーレットは拒絶し、彼女の家から出て行くように言った。彼は笑って、彼女に考えが変わったら連絡をくれるように言った。スカーレットは例年通りパーティと狩りのためにダブリンに出かけた。 彼女はアンがレッドとの第二子を妊娠したと聞いて、フェントン伯爵と結婚することを決めた。競馬場でこのニュースを聞いたレッドはひどく酔っ払い、彼女を侮辱した。スカーレットは、アンが熱により亡くなりや官房も誕生後4日で亡くなったことを共通の友人から聞き、レッドが彼女を探しに来ると思って急いでバリハラに戻った。彼女はイギリスへの反乱を拡作している。 アイルランド人グループであるフェニアン団のリーダーのコラムを逮捕する令状を持ったイギリス人を見つけた。コラムは殺害され、ミセス・フィッツ・パトリックはコラムの復讐のためイギリス人の武器庫に火をつけた。村人たちはスカーレットがイギリスに味方したと考え、彼女の家を焼き払った。レッドが彼女を助けに来て一緒に逃げるよう説得した。スカーレットは行かずにキャット。 キャット、どこなのと彼女の家の周りを叫びながら走り回った。レッドは混乱して猫を探している時間はない。逃げよう。と言った。スカーレットは呆然と彼を見つめて違うのよ。猫じゃないの。そして叫んだ。ケティコラムオハラ、キャットと呼んでいるの。あなたの娘よ。驚いてレッドはその行きつを聞いた。 スカーレットはキャットが見つからないことが心配だったが、急いで説明した。スカーレットはキャットがキッチンを好きだったことを思い出し、そこでキャットを見つけた。三人はキャットが遊び場として使っていたバリハラの高い塔に、上り一晩を明かした。スカーレットはなぜキャットのことを彼に隠していたのかを説明し、彼は理解し、レットとスカーレットはお互いに愛を伝えた。翌朝目覚めて、 新しい生活がスタートし、アイルランドを離れた。本の最後は、キャットの言葉で、塔から降りる際に使う縄場仕について、グラーニャが私にそのままでって言ってたよと、締めくくられている。スカーレットは、商業的には、大きな成功を収めたが、作品自体に対しては、厳しい批判が向けられた。USA Today は、単に出来が悪いだけではない。全くひどいものとし、 ある研究者は、これは二流のロマンスで、たまたま登場人物の名前が同じだけと言っていると、酷評した。ニューヨークタイムズは、まるで盛り上がりを書くと報じ、ワシントンポストは、風と共に去りぬは小説だったが、スカーレットは製品だったと最低の評価を下した。ポストの書評では、アレクサンドラ・リプリーは、作品の舞台を黒人のいないアイルランドに移すことで、 人種差別の問題から逃げた。たらやアトランタを舞台にしなかったことで、マーガレット・ミッチェルと比較されることから逃避したと厳しく指摘した。サンフランシスコ・クロニクルでは好評だったが、のきなみ評判は良くなかった。もともと続編の企画自体に反対する空気も根強かったことも背景にあった。アトランタでは、 続編を決して読まないクラブが結成されていたし、ミッチェルの相続人は、風と共にサリぬの著作権が切れる前に、自分たちの利益のために続編を書かせたのだという、憶測さえ流されていた。こうしたアメリカでの状況は、日本でも報じられた。翻訳家の石川幸男は、登場人物のキャラクターをよく活かしている前半に、比べて、後半は全く別の物語になってしまっている。 展開に偶然が多い、風と共に去りぬの特徴であった主要な登場人物の対比が見られないと欠点を指摘しつつも、最悪という評価には疑問を呈し、風と共に去りぬと切り離して考えるのであれば、スカーレットは十分上出来なロマンス小説であるとしている。そして、風と共に去りぬの続編ではなく、普通の本として世に出されていたならば、 これほど叩かれることはなかっただろうとし、自身の作家としての名声が地に落ちてしまうかもしれない危険を犯したアレクサンドラ・リプリーの勇気に敬意を表した。スカーレットの日本語版は原作より1年以上遅れて1992年11月、新潮社から出版された。日本語への翻訳は、風と共に去りぬの大ファンであり、続編を書くのが夢だったという森陽子が、 自ら新庁舎に連絡を取り、志願した。しかし、志願の最大の理由は、新聞か雑誌で読んだインタビュー記事に載っていたアレクサンドラ・ディプリーのスカーレットは好きではないという発言に怒りを感じたためだった、と日本語版の刊末に収めた役者跡が気に記している。1994年11から12月に、 新潮文庫全4巻でも刊行されたが、2009年現在、両方とも品切れである。森陽子は早速翻訳作業に取り掛かったが、風と共に去りぬとの関係で翻訳上の壁に突き当たった。他の登場人物や作家としての見方など、様々な視点で書かれている、風と共に去りぬとは、対照的にスカーレットが、スカーレットの視点のみで書かれていて、 平坦であったためである。また、物語自体も、スカーレットの周辺のみにとどまり、レッドバトラー側のドラマが書き込まれていなかった。翻訳者として原作にない場面を勝手に加えることは、できないが、風と共に去りぬの読者の期待を裏切ることもできない、とジレンマに陥ったが、マーガレット・ミッチェルならどうするかを常に念頭に置く、ことに活路を見出し、スカーレットが、 風と共にサリーヌの続編として書かれている以上、そのような姿勢で翻訳に当たるのは間違っているとは言えないと思うに至って、ついに日本語版を完成させた。彼女は結果として異訳とか長訳などと呼ばれるかもしれないが、自分にとっては唯一の良心的な翻訳であったと述べている。なお、当時、東京女子大名誉教授であった、サルヤカナメは原文と、 森陽子の訳文を称号し、異なる点が多いことを確認している。彼は、些細な部分があちらこちらで削られ、それ以上に書き加えられた部分も多いので、翻訳の範囲を超えるものではないかと疑問を呈したが、森陽子が作家として、少しでも、風と共に去りの王族編に反映させようとした思いは、認めている。また、訳文は、 リズムカルで読みやすく、他の外国での訳とは違って、日本訳は二流作品を役者が格上げしたと、あるいは評価されるかもしれないとする一方、翻訳のあり方については論議を呼びそうだと述べた。小説、スカーレットの大ヒットを受けて、出版から約1月後の1991年11月3日、早くもテレビドラマ化が決定した。テレビ化の権利は、 米 CBS テレビなどが800万ドルで獲得した。制作費は破格の4000万ドルに及び53カ所でロケが完光された。主役のスカーレット役の選考には映画風と共にサリヌでデビッド・オーセルズ・ニックが使った話題作りの手法を活用し世界中から2000人に上る候補者を集めて審査した。約2年後の1993年11月8日、 米 CBS テレビは、スカーレット役に、イギリスの女優ジョアンヌ・ウォーリー・キルマーを起用すると発表した。また、レッド・バトラー役には、映画、007シリーズのジェームズ・ボンド役を演じた、こともあるティモシー・ダルトンが起用された。ストーリーは、原作とは異なり、ウェード等一部の登場人物が映画で、オミットされたため、スカーレットが、殺人事件に巻き込まれる内容となっている。 1994年11月13日、全米で放映され、高視聴率を記録した。日本では、同年12月19日から22日にかけて午後9時より、NHK 衛星第2テレビにて、BS スペシャル長話題海外、ドラマシリーズ、スカーレットと名打ち、4夜連続で放映された。カッコ内は日本を吹き替え、スカーレットは1996年、日本において、 世界で初めて演劇となった。上演は1996年2月6日から同年4月26日までのほぼ3ヶ月にわたった。演劇版、風と共に去りぬの初演からちょうど30周年に当たるため、風と共に去りぬ世界初演、定劇公演30周年記念公演として東宝が制作し、場所も同じ帝国劇場で上演された。 主役スカーレット役に、第一魔王、レッドバトラー役には、松平健が起用された。演者の二人は、結婚後初めての本格的な共演だった。登場俳優は81人、衣装は全部で300着に及び、主役である、第一魔王は13着ものドレスを早変わりした。衣装担当の宮里安子は、衣装で、スカーレットの女性としての成長を表したと、語っている。 ありがとうございます。